2004年の世界ラリー選手権2004年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第32回大会となる。1月23日にモンテカルロで開幕し、11月11日にオーストラリアで開催される最終戦まで全16戦で争われた。2004シーズンより年間14戦から16戦となる。それに伴いメキシコと日本が 新たに追加。イタリアも開催地がサウンデモから地中海のサルディニア島に移動して初開催。シーズン中にはワークスエントリーしていた三菱が本社の事情によりドイツ以降撤退。シトロエンのセバスチャンローブがドライバーズタイトルを初制覇に続き、シトロエンがマニファクチャラーズタイトルを2連覇。なお、この年からカーナンバーの表示が フロントドアカブからリアのドアガラス部分に大きなオレンジ色の数字ステッカーで表示されるようになり同時にそれまでリアのドアガラス部分に表示されていた子ドライバーの名前表示が禁止されリアのドアガラス部分にはカーナンバーとドライバーの名前国旗のみが表示されるようになった。ありがとうございます。